今回の目次はこちらです。で、先日2021年3月17日に札幌地裁で画期的な判決が出たんだとして騒ぎになっていますね。しかしこの判決についての新聞の見出しなどが結構やばいんですね。判決文をちゃんと読んでないでしょうし、読めてないんでしょうね。そのせいで無用な騒ぎが巷で広がっています。皆さんもしかして間違ったことを騒いでるかもしれませんよ。皆さんこんにちは、ハンニャです。本日は3月の18日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、同性婚を認めない現行法は違憲であるなんて判決は出てないですよ。誤読です、ただの、ということになります。で、この動画では今話題となっています札幌地裁の判決についての各マスコミの反応などを少し確認した上で、理論的な解釈について根拠を持って確認したいと思います。またぜひともコメント高評価もお待ちしております。ではまずはこちらの記事を確認いたしましょう。こちらは NHK 3月17日の記事ですね。見出しは、同性婚認めないのは違憲の初判断、国への賠償は退ける札幌地裁ですね。以下一部引用です。同性同士の結婚が認められないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が訴えた裁判で、札幌地方裁判所は合理的な根拠を欠いた差別的な扱いだとして、法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。一方で国に賠償を求める訴えは退けました。婚姻の自由を定めた憲法24条には違反しないと判断しました。一方で法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという初めての判断を示しました。国に賠償を求める訴えについては、国会で同性カップルの保護に関する議論がされるようになったのは最近のことで、憲法違反の状態であると直ちに認識するのは容易ではなかったとして退けました。以上ですね。で、他のメディアも、例えば朝日新聞デジタルなんかも、同性婚の不受理、初の違憲判断、札幌地裁差別的扱いなどと記しており、まあ大体どこのメディアも同じような扱いですね。すなわちどこのメディアも同性婚を認めていない現状が違憲であると札幌地裁が判断をしたかのような、そんな書き方をしていまして、そのためでしょうか、ツイッターでもそのように理解している人たちが多い気がしますね。そして結構騒ぎになってるんですよ。で、これらの意見というのはほとんどが素人がろくに判決文も読まずに思い込んでいるものが多数ですね。で、ちゃんと判決文を読んでみましょう。こちらですね、ハフポストに判決文が掲載されていましたので、そちらの方を参照してみました。で、判決文を読んだ上で解説をさせてもらいましょう。判決文全部引用したらわけわからん量になりますから、詳しいことを見たい方はね、概要欄の方にハフポストのリンクを貼っておきますので、そちらの方で判決文を見ながら解説を聞いていただくといいと思います。で、そもそも今回の原告というのはこのような主張をしています。すなわち同性同士での結婚ができない現状が違憲だということで、損害を受けているので賠償金を払ってくれというのがこの裁判の原告側の主張です。で、勘違いしてる人がいたらちょっと困るので言っときますと、お金を払えというのはこのような損害を受けたと主張しない限り法律の違憲性を裁判で争えないんですね。別にお金に汚い人たちが金目的で訴えたという話ではありません。で、その際に問題となったのは憲法24条1項13条そして14条なんです。ただし今回13条についての話はぼやけた話になりますので、ここでは24条14条だけに的を絞って話していきましょう。理屈も結構省いてきますね、結構長いので。で、まず憲法24条1項はこのように定められています。すなわち、婚姻は両性の同意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならないと定めていまして、14条の方はこんな風に定めています。すなわち、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないと定めているわけですね。で、判決ではまず24条と同性婚についてはこのように判断をしています。まず、そもそも昔は、すなわち憲法ができた当時や現行民法ができた当時においては、同性愛というのは精神疾患の一種だと考えられていたと。また24条にも両性と男女を想起させる、そんな文言があるんだと。
まあ、したがって24条というのはあくまでも異性婚について定めたものであって、同性婚については定めてない条文なんだと、触れてない条文なんだ。要するに憲法24条は同性婚については禁止も何も定めていないと言ってるわけですね。まあ、したがって憲法24条からは次のことがわかるわけですね。まあ、すなわち同性婚を認める法律を定めても何も問題がない。だって24条は考えてないから。そして同性婚について認める法律を作っていないことについても、それだけでは直ちに問題はないと。だってそれは立法権の裁量の問題なんだ。要するに同性婚について何か法律を作るかどうかってものに関しては国会の仕事だと、そういうふうに言ってるわけですね。しかし現在同性愛というのは精神疾患ではないと考えられておりまして、またその上人の意思によって同性愛を選択変更できるようなもんじゃないですよね。まあ、そこで憲法14条の話が出てきます。すなわち現在異性婚によって様々な法的効果が生じることは間違いない。ところで異性婚者のカップルは婚姻によって生じる法的効果をいろいろ受け取ることはできるけども、同性愛者のカップルは婚姻がすることできませんから、婚姻によって生じる法的効果を受け取ることができない部分もあるという点で区別的扱いを受けてしまっていると。そして現状異性婚のみを認める法律のままですと、そして特に何もケアしてない現状ですと、婚姻によって生じる法的効果の一部を同性愛者に対しても受け取ることができるような法的手段を用意してませんから、これは合理的な区別とは言えないんだと。したがって憲法14条に反するような差別的な扱いなんだ。すなわち現状は憲法14条に反してるというふうに判断してるわけですね。まあ、従いまして今回の判決ではあくまでも異性婚によって生じる法的な利益を同性婚を求める人たちは受け取れてない部分があるので、それについてケアしてないことは問題なんだというふうに判断してるわけですよ。だとすれば今回の判決については同性婚を認めてない現状がおかしいという判決はなくて、同性愛の方々が異性婚の人たちと同じ法的効果を受け取れるように法律によってケアしろと解釈できます。まあ、ですから別にこの判決によって同性婚が認められてないことが直ちに違憲だとかは言えないんですね。この判決に従って国会が動いた場合に同性婚はやっぱり認めません。ただし法律のケアによって別の制度によって同じような結果を受け取られますよという解決もできますから。もちろんですね、その結果事実上同性婚が認められたことと同じなので、この判決は同性婚を認めなかったことを違憲と言ってるんだと解釈することもできはしますよ。思うこともできますよ。しかしそれはあくまでも結果的には婚姻関係と同じ扱いをすることができるだけであって、実は婚姻そのものとは違うかもしれないんですね。今回のマスコミの記事ではあたかも同性婚について法整備をしろという判決が出たというような記事が目立ちますが、それは間違いです。私はよくわかりませんが、同性婚を求めている人たちっていうのは別の制度によって婚姻関係と同じ結果を欲しいんだと言ってる以上に、結婚という制度を利用したいんだって主張してるかもしれないでしょ。そこまでは認めてないんですよ今回の判決は。で、同性婚の話についてはまだまだ問題がある話であるとは思いますよ。まあ、それこそ例えばみんなが同性婚をすればおよそ子供が誕生せず、それは日本消滅につながるんだという意見も極論としてはあり得るでしょう。しかし、まあ、それもやっぱりね、極論すぎるわけですよ。そして今度はじゃあ子供ができない異性婚についてはどうするんだという話も出てくるでしょう。まあ、したがってこの動画で同性婚論について議論するのは無理があるので、これ以上立ち入ることはしません。まあ、しかし今回の報道についてやはりマスコミの知性不足、読解力のなさが露見していると思いますね。何度も繰り返しますけども、今回の判決ではあくまでも同性婚を認めるべきであるという判決ではなくて、異性婚と同じ結果を同性愛の人たちにも受け取れるように法律をどうにかしなさいとしか言ってません。そしてそのためには憲法改正など必要がなく、ただ法律改正のみでよいという判断もしています。まあ、すなわち今回の判決によると、法律によって同性婚を定めてもいいし、同性婚を定める代わりに別の法律を作って手続きをちゃんと経れば、異性婚と同じような結果を同性愛の人たちにも得ることができるようにすれば OK なわけですよ。ですからそのような判決を同性愛の方々が望んでいたとするならば、まあそれはそれでいいんですけども、結局同性婚という制度は作らなくてもいいんかい、
私たちは結婚という制度が欲しいんだということでがっかりする人が出てくるかもしれませんね。マスコミは様々な社会における現象をもっと正確に伝える能力を鍛えてほしいと思うんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、何かご意見ご感想ありましたらコメント欄にお寄せください。そしてね、チャンネル登録高評価もお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。